僕は普段2階にある自分の部屋の窓からおしっこやうんちをするのだ。これは別に変態趣味でやっているわけではないのだ。ティリタンのようなガチモンと一緒にしないでほしいのだ。トイレで排泄するには部屋から出ないといけないのだ。でも部屋から出ると家族と顔を合わせる可能性があるのだ。それが嫌なのだ。ということで今日も窓からうんちをしたのだ。下に落ちたうんちは自然に帰るのだ。ところで僕は一体いつまでこんな生活を続けるのだ？